ユスリカの唾液腺細胞の多いと染色体、タイト染色体タイト染色体は、数千の DNA 差を含む巨大な染色体である。多いと染色体は、エドアール・ジェラール・バルビアーニによって1881年に、初めて報告された。多いと染色体は、ハエ目に見つかり、最もよく知られているのは、症状バエ族、ユスリカ族、 黒羽木の小萌えかンカスキーラ属のものである。接触動物の他のグループの飛び虫目や、原生動物の専門虫のグループ、哺乳類の栄養膜、植物の反則細胞や、肺平の細胞にも存在する。昆虫では、一般的に、唾液腺で、細胞分裂が行われていない時に見つかる。多いと染色体は、細胞分裂を伴わない。 DNA 複製が繰り返し行われた時に形成され、姉妹染色分体が互いに融合したままで複製が複数回行われるために巨大な染色体が形成される。有意と分裂や減数分裂の換気においては、体と染色体は明確な大小のバンドのパターンを持っているのが観察される。これらのパターンは染色体のマッピングや 小さな染色体以上の動脂、分類学的な動脂作業などに利用された。現在では、転写における遺伝子の機能の研究に利用されている。細胞核の体積の増加や、細胞の拡張に加え、タイト細胞には、複数コピーの遺伝子から高レベルの遺伝子発現を行うことができるという代謝的利点が存在する。例えば、黄色症状がエドローサーファラ・マラナガスターでは、 幼虫の唾液腺の染色体は、8日の前に、多量の粘着性の無個タンパク質を産生するため、複数回の核内媒化を行う。ハエの他の例としては、X 染色体のセントロメア金号の様々な、タイトバンドの重列重複によって、バー表現型と呼ばれる腎臓型の目が形成される。インターバンドは、活性型クロマチンタンパク質や、 ヌクレオソームリモデリング複合体、複製起点認識複合体との相互作用に関与している。これらの主要な機能は RNA ポリメラーゼ2の結合部位となること、ヌクレオソーム構造を変化させること、DNA 複製を開始させることである。昆虫では多いと染色体は大気腺によく見られ、大気腺染色体とも呼ばれる。染色体の巨大なサイズは、 染色糸と呼ばれる縦糸が多数存在するためであり、タイトという名称はこのことに由来する。大糸染色体のおよその長さは0.5ミ、mm、リメートル、直径は20マイクロメートルで、細胞質分裂と核分裂を伴わない染色体分裂が繰り返された後に形成される。大糸染色体は、核染色によって暗色に染まるバンドと明るく染まる。 インターバンドと呼ばれる2タイプのバンドを含む。暗色のバンドは DNA を多く含み、RNA は少ない。インターバンドはより多くの RNA を含み、DNA は少ない。インターバンドの DNA 量は0.825%の範囲である。多いと染色体のバンドは特定の時点で拡大し、パフと呼ばれる膨らみが形成される。パフの形成はプフィングと呼ばれる。 パフはバンド中の個々の染色糸がほどかれることで形成され、各染色糸はほどかれて多数のループとなって外へ飛び出している。パフはメッセンジャー RNA の合成が起こっている活発な遺伝子の部位を示している。パフの領域のループはリング状の見た目をしているため、これを発見した研究者の名前からバルビアニカンと呼ばれている。それらは DNA と RNA、 いくつかのタンパク質で形成されている。転写が起こっている部位なので、RNA ポリメラーゼやリボヌクレオタンパク質といった転写装置が存在している。原生動物でもパフのような構造が存在するが、転写は起こっておらず DNA のみが含まれる。大糸染色体は1881年にエドアール・ジェラール・バルビアーニによって、ユスリカの幼虫の唾気腺で、 初めて観察された。バルビアーには、核内のもつれた糸の中の染色体のパフを描写し、それをパーマネントスプイリムと名付けた。1890年、彼は、専門虫ラクセフィリムメリアグリスにも類似した構造を観察した。黄色症状バイドローサーファラ・マラナガスターにも同様の構造が存在することは、ブルガリアの遺伝学者。 ダンテチョ・コスタウフによって1930年に報告された。コスタウフは、自らが観察したリスクが遺伝形質を世代を超えて受け継ぐ実態となる小包みである、と予想した。ドイツの生物学者、エミール・ハイツは、ハンス・バウエルと共に、明確なバンドを持つ、もつれた、染色体はハエメケバエカのビビオ・ハーチェルニスの、唾液船、中腸マルピンギカン、ノ 特有のものであり、バンドのパターンがランダムではなく一定であることを1933年に発表した。これらの論文に気づくことなく、アメリカの遺伝学者、セオフィラス・ペインターは1933年12月に D. マラナガスターの巨大染色体の存在を報告した。このことを知ったハイツは、発見の選手権を主張するために意図的に現著論文を無視したとして、 ペインターを告発した。1935年、ヘンリー・ j ミューラーと AA ・プリコ・ハイバは、個々のバンド、またはバンドの一部が遺伝子と対応していることを立証した。同じ年に、PC コラーは巨大な染色体を記述するために、パリティンという語をためらいがちに導入し、こう書いた。これらの染色体は、 減数分裂で対応したパキティンクロモソームと対応するものとみなすことができるようである。染色骨部間の挿入部分は伸びて、より小さな単位へ分けられている。そして、2本の糸が横並びになっているのではなく、16本か、それ以上存在する。それゆえ、パキティンというよりは、パリティンであるが、私はこの用語の使用を勧めない。私はそれを、 マル l t i p l e t h と呼ぶだろう。It seems that we can regard these c h r o m o soms e as corresponding with pedo packing c h r o m o soms e at mysis in which the i n t e r c o r l i e r y parts between chroma m i r r s have been stretched and separated into smaller units and in which instead of two threads lying side by side. We have 16 or even more, hence they are parity rather than p a r i n y i do not, however, propose to use this term.I shall refer to them as multiple threads type 染色体は、黒羽ノコバエカシャラ属のマル丸 P 技官のような、早めの分泌組織のほか、原生生物、植物、哺乳類、そして他の昆虫細胞にも存在する。これまでに記載された最大の多いと染色体は、 アクサース属のユスリカの大気制に発生するものである。植物では、いくつかの種で見る、カルだけであり、ファシャラス国シニアスと、ピーブルガリスの脂肪と未成熟な種子の組織や、ビニアアンギキアラタと一部のファシャラス属の種の役のタペータムに限られている。また、同定が難しいことで悪名高いユスリカの幼虫の種の同定のためにも多いと染色体は利用される。 形態学的に分類された幼虫の各グループには、形態学的に同一の多くの種が含まれており、成虫のオスの飼育か、幼虫の多いと染色体の細胞遺伝学的な分析によってのみ同定が可能である。特定の種の存在の確認や、広範囲の遺伝的変異を有する種における遺伝的多様性の研究のために、核型が利用される。ありがとうございます。